ヨゼフ・アダメツは、スロバキアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW。アダメツは、FC スパルタク・トルナバで、選手キャリアをスタートさせると、兵役期間中に FK でュクラ・プラハや、K スロバン・ブラチスラバに在籍した以外は、その選手生活のほとんどを、トルナバで過ごした。そしてチェコスロバキアリーグ通算383試合に、 出場し170得点を記録を残した。1977年からは、オーストリアの SK スロバンウィーンへ移籍し、1980年に現役を引退した。チェコスロバキア代表としては、FIFA ワールドカップ、チリ大会や FIFA ワールドカップ、メキシコ大会に出場するなど国際 A マッチ44試合出場14得点を記録した。選手キャリアのハイライトシーンとしては、 1968年6月23日に、ブラチスラバで行われたブラジルとの親善試合で、ハットトリックを記録したことが挙げられる。現役引退後は指導者の道へ進み、フルスのスパルタクトルナバのコーチに就任した。その後、チェコスロバキアやスロバキア国内の複数のクラブで、監督を務め、1999年から2001年まで、スロバキア代表監督を務めた。 ありがとうございます。